タイムボカンシリーズタイムボカン、タイムボカンは1975年10月4日から1976年12月25日までフジテレビ系列で毎週土曜18時30分19時に全61話が放映されたタツノコプロ制作のテレビアニメ。2016年に制作、放送された本作品のリメイク作品についてはタイムボカン24を参照。 同作品の放送に合わせて、同年7月から9月までユート t のマンパ万波枠にて、本作品の傑作戦が放送された、タイムボタンシリーズの第一作目。本作品の企画は、ミニカーを売るためのアニメという発想で、1966年のアメリカ映画、グレートレイスの影響を受けた、カーレイスものが源流である。1972年頃には、 時空を超えた善悪のタイムマシンによるコミカルな競争という本作品の企画が決定。タンマー大混戦やちょちょいのタンマー、すっとびタンマー号などのタイトルが付けられて、その時点でメカブトンのデザインは出来上がり、15分のパイロットフィルムを制作。このパイロットフィルムは第1話やオープニングに一部流用された。パイロットフィルムでの純子は金髪だったため、テレビシリーズでは、 青の髪だった、純子の髪は、その流用されたカットで金髪になっている。タツノコプロでは当時、ハードなアクションものが続いたためギャグものを、ということだったが、ギャグにしては、タイムトラベルやメカの要素などが盛り込まれた。本作品は、監督の笹川博史によると、中途半端な印象を与えたといい、スポンサーがつかずに放映決定まで3年を要する、ことになった。 主人公の名前は、当時の人気アイドルから取られ、野口五郎と、天地真理から五郎と真理だったのが、放映が決定するまで3年の間、アイドルの人気の変遷から、真理が、桜田淳子から取った淳子になっており、放送の決定後、タイトルが、タイムボカンと改められた。本作品は、後のシリーズ作品のように、主人公の二人もしくは一人が、変身して、ヒーローにならない。 唯一の作品である。丹平役の太田、純子役の岡本、チョロ坊役のカツラは自作のヤッターマンにおいても主人公キャラを担当した。丹平と純子及びマージョは二つの山形の竜巻がついたヘルメットを常に着用している。この竜巻のモチーフはキャラクターデザインを担当した天野義隆によればブラジャーである。マージオ、グロッキー、ワルサーの 悪玉トリオには決まった名称はないが、後年の出版物では便宜上、マージョ一味と呼ばれている。キノエデン研究所での会話を、あの手この手で登場し、出発した探偵たちの後を追跡、キノエデン博士から、ダイナモンドの場所を聞き出そうと狙う。探偵たちと博士が再会したサンクール名校は、ダイナモンド探しの話が中心となるが、第36話や、 第46話などのように、短兵たちがダイナモンド探しとは別の目的で時間旅行をし、それを登場したサンア悪が、その場所にダイナモンドがあると即断して後を追うという展開も時々行われた。当初はニクール全26話を予定。平均視聴率19.0%、最高視聴率26.3%と公表を白紙、まずニクール。 その後さらに1クール延長され、最終的な放送期間は前後クールとなった。当初の目的の一つだったキエダ博士途中版で再開するのはその名残である。またこの好評ぶりにより、本作品の終了後もタイム母ンシリーズとして基本的な設定やコンセプトを共有した作品群が世に送り出されていくこととなる。ある日のこと、科学者、 木のエデン博士は自ら開発したカブトムシ型、タイムマシン、タイムボカンの試運転に出かけたが、ほどなくして帰ってきたのは、オウムのペラスケと、世界最高級の宝石、ダイナモンドだけで、木枝博士の姿は、どこにもなく、行方不明となってしまう。博士の孫娘、ジュンコと博士の助手の丹平はコンビを組み、どこかの時代に消えてしまった博士を、タイムトラベルしながら探すことを決意する。 一方、博士をスパイしていたアクダマトリオマージョ一味は、博士のいるところにダイナモンドが存在すると睨み、タイムボカンを追いかけ、妨害するのだった。その後、キノエデン博士は、現代に帰還し短兵たちと再会する。それ以降は、アクダマトリオのダイナモンド入手の阻止や、ペラス家の故郷を探しなどの旅をする。制作の部分において、フジテレビタツノコプロとクレジットされたのはエンディングのみで、 オープニングは、タツノコプロのみのクレジットだった。そのクレジットの仕方は、タツノコマークが吐き出したものが、タツノコプロのロゴになるというもので、この演出は、心臓人間、キャシャーンの前期 OP や、アクビガールでも使われていた。エンディングのクレジットでは、スキアニメと表記される。東洋現像書に導入された画像を操作せ変形する当時の最先端 CG。 NHK の番組で使用されたのが国内初のテレビ番組使用例とされている。当時の最先端技術ゆえに相当に高価なシステムだったようだが過去の作品において密接な付き合いのあったタツノコプロは実験の名目でこのエフェクトを安価に使えたというメカのタイムトラベルシーンなどに使用された。1975年12月21日に発売された LP ドラマ A 面は海賊船を舞台にしたおじいちゃんどこにいるの B 面は桃太郎をモチーフにした鬼ヶ島のケツと。脚本は小山構成で特に A 面は同じく小山が脚本を担当した第6話に通じる構成である。また LP ドラマとのつながりはないもののテレビシリーズでも第38話で同じく桃太郎を題材としたエピソードが制作されている。 タイムボカン用に作曲された主題歌および挿入歌がすべて織り込まれているなど、ストーリーだけでなく音楽面にも力が入れられている。また、桃太郎役の声優は、主題歌を担当した山本正幸であり、同作品が山本の声優デビュー作でもある。脚本の小山も英面において、海賊の手下役で一言だけ喋っている。あとに、CD として復刻されたほか、 ブタボックスタイムボカンこれっきりにも収録された。各国への輸出例がある。アメリカ合衆国へも輸出されている。その際の英名タイトルはタイムファイターズだった。その他、欧州各国、韓国、香港、中国などに輸出されたという。他のタイムボカンシリーズの作品に比べると格段に広い範囲にわたって輸出され、多くの人々に受け入れられたようである。 FNN ニュース6時30分の曜番は放送時間短縮の上で土曜17時45分から18時に移動し FNN テレビ土曜夕刊と会題ありがとうございます